皆さんこんにちは。今私は熊本県の新水前寺駅というところにいます。今から熊本駅の方に向かっていきたいと思うんですけども、この電車でね向かいます。それでこれ来たんですけど、これちょっとびっくりしましたね。改札がないんですよね。まあ改札あるっちゃあるんですけど、自動改札こう入れてシュッて入れてシュッて出てくるやつね、あれがないんですよ。だから僕ね切符買ったんですけど、それに反抗してもらうんですね。この右下にありますね。これを窓口にね駅員さんに渡すと、駅員さんがこうねカチカチカチっていうねなんかハンコみたいなやつ、それを押してくれるんですよ。これねびっくりしました。本当に昔のねなんか昭和の時に手で切ってるっていうのを聞いたことあるんですけど、それをねちょっと体感したようなそんな気分になりました。で今熊本駅にちょうど到着したというところです。今日はちょっとあいにくの雨だったんですけども、まあそれは関係なくね撮影しました。これ熊本駅本当にね綺麗な感じですよね。で昨日湧き水に行ったんですけどね、この駅前にもまた湧き水みたいなやつがありましてね、まあ、熊本結構湧き水を売りにしてるのかなという感じがちょっとね伝わってきましたね。これいい感じで上からこう流れてきて石を伝って降りてくるわけですね。これ雨降ってなかったらねもっといい感じなんでしょうけど、まあ朝雨降っちゃってるんで、なんか雨に雨みたいなね、なんかちょっと増水してる感じでしたけども。そしたらその横のところにこの銅像がいるんですよ。この人ねちょっとどういうポーズしてるのかなというのでね、この銅像は笑っていいものなのか笑っていけないような銅像なのか、ちょっとね説明を見るの忘れてしまったんですけどね、まあ、ちょっと印象的だったんで、ね、撮ってみましたね。これ顔も表情も、ね、なかなか何とも言えない顔してるんですよね。喜んでるのか悲しんでるのかというね。まあ、その銅像はね、まあ、置いといて180度こっちにね後ろ向きに回ってみました。そしたらこれは撮っとるという、まあ、撮っとるっていうね方言なんですかね、撮ってるかみたいな。でそれは切符の話です。博多から熊本は32分で新幹線で行けるみたいですね。これはもっとね僕案外近いんかなと思ってたんですよ。逆に新幹線乗らなくても行けるんかなっていうぐらい。でもやっぱ新幹線ないとちょっときついみたいですね。32分で行けるということですけど、2600円で行けると、これは結構安いですよね。やっぱなんやかんや新幹線高いですからね。さあそして熊本駅の構内に、ね、入ってきました。この右手にあるのがこの横浜市場というですね、ちょっと時間が僕悪くてね、朝早く来すぎて空いてなかったんですけど、まあ、中はお土産屋さんとか、まあ、九州の食べ物屋さん、そういうのが入ってみたいですね。熊本駅もこれだいぶ綺麗な感じで、きっと改装したんでしょうね。駅だけじゃなくてね、この街全体がかなりこう工事現場みたいなね、たくさんクレーンが立ってて、こう再開発がどんどん進んでるなという感じでしたね。そして熊本駅の構内抜けまして、駅前の広場の方に出てきました。ここは今まさにね工事中なんですよ。これこのから綺麗になっていくみたいですね。まあ、だから改装してるということで、ちょっとバスとかね路面電車の乗り場っていうのが分かりにくいなというところもありますから、さっき地図ありましたけど、それちゃんと見てから行った方がいいですね。僕も路面電車この後乗るんですけど、あっち行ってねまた左行って戻ってきて、右行ってまた戻ってきてみたいな、周りの人から見たらあいつ何しとんねんみたいな状態になってたんで、ちょっとそこはね注意した方がいいと思います。ちょっと引きで熊本駅をこう眺めました。そして左手に大きなねビルがありました。このビルの中、新しいねオリンピックの熊健吾風のこのなんか木の感じがなんかなってましたね。まあ、新しいオフィスといえばなんか最近木とかねいろいろ入れるみたいなのがまあトレンドになってますから、まあ、それにね応じたビルになってるんじゃないですかね。で今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。